ニセコモイワスキーリゾートは、北海道アブタ郡ニセコ町にあるスキー場。モイワ山の斜面にゲレンデがあり、ニセコユナイテッドとは一線を画している。積雪は最大4メートルにまで達するため、パウダースノーを好む日本国内外のスキーヤーやスノーボーダーが訪れている。また、家族連れで訪れることができるスキー場を目指している。ニセコモイワスキースクールは、 プライベートレッスンを基本としており、初心者からのニーズに対応したレッスンを受けることができる。増加するインバウンドを集客していくため、高級宿泊施設を建設する計画がある。ニセコの中でも歴史あるスキー場であり、始まりは1919 19年まで遡る。1966年に太平洋クラブ国際モイワスキー場として開設した。 その後、たびたび経営会社が変わり、名称も、ニセコ国際、モイワスキー場、ニセコスノーパークラ、ポンで、ニセコモイワ、ニセコモイワスキーリゾートと解消している。コースリフトその他、ありがとうございます。